いらっしゃいます。癒しキャラ発見。一番癒しとは遠い位置にいるでげすよ。このアチキは世界を滅ぼす山脇様の使いまでげすよ。いやーもうすべてが癒し。いっそ31位に入らない？何をする気でげすか。一緒にお風呂入ったり寝たりするの。そんなことをしたら二度と目覚めることはないでギスよ。キッキッキッキ。そうだね、ずっと一緒にゴロゴロしちゃいそうだね。殺されるでギスよ。安心しな、私らが守ってやるから。頑張ってるだけで幸せホルモンのようなものが止めどなく溢れ出てくるや。幸せをもらってばっかじゃ悪いから何かおごろう。何が好き？あちきを手なずける気でギスか。そうはいかないでギスよ。私はパンケーキの気分なんだけど一緒にどう？パンがケーキ？それはスポンジケーキとは違うでギスか。おしゃれなホットケーキみたいなものかな。ホットケーキにおしゃれ性など皆無でゲスよ。まあ実際に食べてみたらわかるから行こう。確かめてやるでゲス。絵になるスポット。幸せだった頃のパンケーキ2つお願いします。なんと恐ろしいメニュー名でギスか。こんなご時世だからね、みんな昔の良かった頃に思いを馳せて生きてるんだよ。ほらこれがパンケーキ。なんでギスか。まるでホットケーキに見えないでギス。確かにおしゃれでギス。食べ方すらわからないでギス。はちみつかけてナイフで切ってフォークで口に放り込めば OK。 食べてみるでっけ。こんな美味しいものがこの世にあったでっけっか。あるんでげすね。ふわふわで濃厚で甘くて最高でっけず。いやー美味しかった。名前通り平和で幸せだった頃を思い出す。まだ食べ足りないでき。ずっと食べていたいでき。気に入ってくれたようでよかった。でもたまに食べるから美味しいんだよ。確かにこの美味しさ食べ飽きたくないでき。すようちの使い魔に何ちょっかい出してくれてるの。美味しいものを食べて慣れ合ってたわけじゃないでっけ。ワッキー、ここのパンケーキすっげー気に入ってくれたよ。そうかい。じゃあこの私が覚えておいてやらなくちゃね。また食べさせてくれるでっけっすか。それはお前の今後の働きによるよ。頑張りな。はいでっけ。世界を滅ぼすお手伝いに励む
カヤモリ。ん？いいもん教えてくれてありがとう。どういたしまして。文ちゃんとワッキーがお風呂に行こうとしてる。これからお風呂？私たちと一緒に入る？文ちゃんもか。入る。あのヘルメットやカニの爪もいいけど、なくても可愛いね、文ちゃんは。あの大事な防具と武器をなしに、スカイマは語れないでゲスよ。今襲われたらどうするの？襲うでゲスか？襲っちゃおうかな。この変態！マジ！熱湯じゃん！ワッキー、冗談に対するツッコミが冗談じゃなくなってる。でも可愛い。いい湯だな。マルちゃん、君は 31A のカヤモリだったね。あり？いきなり敵意丸出しの視線。 A ということは F の僕よりも優秀ということなのか？ありえないね。僕ほどのセンスの塊が誰かの下なんて判定方法に不備があるとしか思えない。ここは一つ僕に直接君のセンスを見せてもらおうか。ところで、先ほど聞き捨てならない呼び方がありました。うわ、いつの間にか背後に人が。うん、特に気に留めなかったが、さっきのは聞き間違いじゃなかったか。挨拶がてら仲良くなろうと思って呼んでみたんだけど、お気に召さない？不敬です。始末しますか、お嬢様。怖っ、めちゃくちゃ物騒。その前に、このカヤモリが本当に僕よりすごいセンスの持ち主なのか確かめたい。その後はどうなるの？かしこまりました。では、準備をしてまいります。え？いなくなった？瞬間移動？そもそも今ので何が通じたの？柳は僕が1言えば10理解して迅速な行動をする。すごい。僕たちも行くぞ。え？どこに？僕をアリーナへ連れて行くんだ。マルちゃんってひょっとしてお金持ち？やぶから棒に失礼なやつだな。
だってお嬢様とか呼ばれてるし、お付きの人がいるし。うん、柳がいなくても僕は一人で何でもできるんだぞ。あれ、なんか声上ずってない？気のせいだ。それより早くアリーナに行くぞ。そっちカフェテリアだけど。分かっている。君を試しただけだ。巻いてみよう。あ、あれはなんだ。え、今だ。これで物陰からマルちゃんを観察してみよう。柳、どこだ。僕を一人にするな。僕は一人でも平気だ。寂しくなんてない。すごい寂しん坊なんだな。今にも泣きそうだ。行こう。手つなごうか。大丈夫。お待ちしておりました。準備は整っています。ああ、ご苦労。途端に自信を取り戻した。では一緒に戦ってもらうぞ。 31A のカヤモリ。うん、先に入ってる。時にカヤモリ様。へっ、また背後に。お嬢様に何か失礼なことはしませんでしたか？例えば置いてけぼりにするとか。いえ決して。そうですか。では我々も参りましょう。一気に片付けるぞ。いけ、食らうがいい。おっと、速やかに始末しましょう。ドン、スペシャルなの行くぞ。やるね。食らうがいい。なかなかやるじゃないか。僕のセンスを思い知ったようだね。よっこらしょっと。柳、お茶の準備を頼むぞ。やったやった。お嬢様は最後に。嬉しいわけじゃないぞ。なるほど、悪くないセンスだ。 31A のカヤモリ。あざす。でもお月の人の方がすごかった気がするんだけど。恐縮ですな。またお前の方が褒められてるんだよ。僕より目立つだよ。ちょっと地味なくらいであれよ。しかもなんでお前が部隊長なんだよ。ああ、そうだったんだ。現時点での総合力からの判断でしょう。ちょっとは謙遜しろよ。私は今が全盛期、ここからは衰えていくだけですが、お嬢様の伸びしろは無限大。きっと近々この私も置いてけぼりになることでしょう。なるほど。再編成の際にはこの僕が部隊長になることも必然ということか。はい。だったら我慢してやろう。寛大、さすがでございます。あ、なんで笑ってるんだお前。微笑ましいなって。それはお嬢様に対する侮辱か。やべ、人殺しの目つきだ。逃げろ。マルちゃんが大浴場の前でまごまごしている。何してるの？ 31A のカヤモリ、僕と一緒に風呂に入らせてやる。お月の人は？教官のところに行っている。別に一人で風呂に入れないわけじゃないぞ。オーケーオーケー、一緒に入ろう。
のかやまり。ん？何？僕はそろそろ体を洗おうと思う。うん。洗おうと思うんだ。うん。僕を洗ってもいいんだぞ。まさか自分で体を洗ったことってない。すげえ人生。じゃあ私が隅々まで洗っちゃうか。ああ頼む。その代わり今後まるちゃんって呼んでいい？仕方のないやつだな。許す。いい湯だな。